一番くじ、鬼滅の刃、襲撃が8月8日に発売するので、紹介していきます。こちらは1回750円で、1ロット80本ですので、すべて購入したら6万円になります。A 賞はカンラジミツリのフィギュアです。刀鍛冶の里編での増白点とのバトルシーンをイメージしたカンラジミツリのフィギュアです。強さと可愛らしさを兼ね備えたミリの魅力を360度楽しめるデザインになっております。 木の造形彩色など細部までこだわったフィギュアをお楽しみください。当選確率は80分の3で3.75%です。B 賞は増白点のフィギュアです。一番くじ初立体化、刀鍛冶の里編でのカン地ジミツリとのバトルシーンをイメージした上限の鬼、増白点のフィギュアです。衣装、装飾品、木の造形彩色など、細部までこだわったフィギュアをお楽しみください。 当選確率は80分の2で2.5%です。C 賞はビッグメタリックアートシートです。刀鍛冶の里編のキービジュアルが楽しめる B3 サイズのビッグメタリックアートシートです。印刷の加工により、見る角度によってマットな部分とツヤ感がある部分の質感の変化をお楽しみいただけます。当選確率は80分の3で3.75%です。D 賞はチョコノッコフィギュアです。お座りポーズが可愛いチョコノッコフィギュアです。 刀鍛冶の里編で活躍した大使や、時藤兄弟、品津川兄弟、三輪の可愛らしい幼少期の姿をお楽しみください。当選確率は80分の23で28.75%です。衣装はキュンキャラデザインプレートです。約12センチメートルのデザインプレートです。刀鍛冶の里編で活躍したキャラクターの思い出深いシーンの、キュンキャラエラストをお楽しみください。 当選確率は80分の21で26.25%です。F 賞はクリアポスターです。全14種のクリアポスターです。かまどん次郎、かまどねずこ、あがつませんいつ、はしびらいのすけ、つゆりかなお、富岡およしたけ、こちょうしのぶ、う天元、かんろじみつり、時ときとうむいちろう、きめじまぎょうめい、いぐろうばない、しなずがわさねみの中から選べます。 複数並べて飾ると、より映えるデザインとなっております。当選確率は80分の28で35%です。ラストワン賞はラストワンバージョンのカンロジミツリのフィギュアです。カンロジミツリのメタリックカラーのスペシャルカラーバージョンフィギュアです。最後の1個を引くと手に入ります。刀鍛冶の里編での増白点とのバトルシーンをイメージし、強さと可愛らしさを兼ね備えたミツリの魅力を360度楽しめるデザインになっております。 木の造形彩色など細部までこだわったフィギュアをお楽しみください。以上で一番くじの紹介を終わります。ご視聴本当にありがとうございました。もしよかったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。